がありますか？今日はそんな図書館に関する活動です。図書館や本屋さんに行くと、大抵の本はこのように立てて並んでいますよね。ここは見える部分が背表紙と言いますが、皆さんはこの背表紙でこの本はどんな本かなっていうことをはじめに知ることができます。さて、今日はこんな背表紙の本を持ってきました。この色の背表紙から皆さんはこの本はどんな本か想像ができますか？はい、これは実は腹ペコ青虫という本です。この緑色から葉っぱを想像した人もいましたね。虫を想像したお友達もいました。いろんなことが想像できましたね。今日はそんないろんな色を使った活動をしたいと思います。今日は皆さんの机には65色の細い短冊状の色紙を用意しました。いろんな短冊を並べたり組み合わせたりして自分だけの本棚を作りましょう。その並べた感じ、色の感じからどんな本が置いてあるか想像してみましょう。そしてその本棚にコーナーの名前をつけてみましょう。それでは早速、今日は自分だけの色のライブラリーを作っていきましょう。ここにこんな色を並べてみました。皆さんはこの本棚からどんなコーナーを想像しますか？はい、自然のコーナー。なるほど。それはどのようなところからそんな感じがしましたか？うん。明るいところから、明るい色が並んでいるから、自然な感じがした。なるほど。他に感じ方ありますか？はい。新刊コーナー。それはどうしてでしょう？なるほど。5月に葉っぱが出てくる葉っぱのように似ているから。新しいフレッシュな感じがするから新刊コーナー。なるほど。他にありますか？はい。南国フルーツのコーナー。南国のイメージがするんですね。それはどうしてですか？南国フルーツのパッションフルーツの薄い黄色や薄い緑がたくさんあるから。薄い色がたくさんあって、南国のフルーツをイメージしたんですね。はい。同じ色の並び方でも、人によって、いろいろな感じ方、捉え方があるんですね。それでは、もう一つ、色の並んだ本棚を用意してみました。この色からは、皆さん、どのような本が並んでいると想像しますか？はい。冬に読みたくなるコーナー。なるほど。どうしてそのような、コーナーが思いつきましたか？うん。なるほど。暖かい色と冷たい色がある。冷たい寒い季節に赤や茶色の暖かい本が並んでいる。なので冬に読みたくなる本。なるほどね。このように自分でいろんな色を並べて、その色から想像してコーナーの名前をつけることもいいんですね。最後に1枚紹介します。こちらの本棚にはまだ本がありません。さて、どのようなコーナーを作りましょうか？自分で作りたいコーナーを考えてから貼っていく。そのコーナーに合わせて色を見つけて貼っていく。そのような本棚の作り方もいいですね。
この後、それぞれの机の上で色のライブラリーを完成させます。そしてその色のライブラリーを班の皆さんに紹介します。本を借りに来る人と図書館の司書さんの役割に分かれて、それぞれマイライブラリーを紹介し合いっこします。